シュテッティン条約は1653年5月4日にポンメルンのシュテッティンでスウェーデン帝国とブランデンブルク選定公領の間で締結された条約。スウェーデンとブランデンブルクは30年戦争中に断絶したポメラニア家の領地の継承権をそれぞれ主張しており、スウェーデンは1630年のシュテッティン条約を理由とし、 ブランデンブルクは1529年のグリムニッツ条約を理由とした。分割自体は1648年のベスト・ファーレン条約で決定されており、実際の国境線はシュテッティン条約で定められた。との間で結ばれた国境線を定めた協定条約である。この条約によって、トンメルンの両国の国境線が確定した。 条約により西ポンメルンはスウェーデン領ポメラニアに東ポンメルンはブランデンブルク領ポンメルンになったスウェーデン帝国の領土30年戦争中スウェーデンは1630年にポメラニア公国を占領した最後のポンメルン公ボギスラフ14世は1637年に死去医療はグリムニッツ条約により ブランデンブルクに継承される予定だった。しかし、この継承はスウェーデンに阻止された。30年戦争を終結させたベスト・ファーレン条約は、ポメラニアがスウェーデンとブランデンブルクの間で分割されることを定め、1650年のニュレンベルク条約で国境が大まかに定められた。正確な国境線は1653年のシュテッティン条約で定められた。 ポメラニア広告は、オーデル側の東に引かれた線に沿って分割され、シュテッティンニを含む西ポンメルンは、スウェーデン領ポメラニアに、東ポンメルンは、ブランデンブルク領ポンメルンになった。スウェーデンが撤退した後も、東ポンメルンの関税の内半分はスウェーデンに、支払われた。国境線は、ブランデンブルクとポンメルンの国境から北へ、ビーロートシェーンフェルトを通って、 ボルティナー湖に向かい、続いて、ダメローとグライフェンハーゲンの間、クレボーとブリュンケンの間、ヘケンドルフとブーフホルツの間を通った後、プレーネ川に着き、そして、そこからフリードリヒスバルデの森、イーナ川を通り、ゴルノーとホーヘンブリュックを迂回マルティンシャーコを通り、カミーン、トリブゾーフリッツオースドーリ、最後に、ラダックとリュヒエンティンの間で、バルト海に着く。 1653年7月19日、ブランデンブルク領ポンメルン発のラントタークが、スタルガルトで招集された。1654年には、スウェーデンの東ポンメルンからの撤退が完了した。条約により、スウェーデンは、ベスト・ファーレン条約で得たベーザー側とエルベ川下流の、領土に加えて、オーデル加工まで支配下に置くことになり、スウェーデンが、ライン側を除いて、 ドイツの主要な河川の河口をすべて支配することとなった。スウェーデン領ポメラニアは、スウェーデンのドイツにおける足がかりになった。スコーネ戦争の講和条約である1679年のサンジェルマン・アンレイ条約は、国境線をわずかに西へ移動。大北方戦争の講和条約である1720年のストックホルム条約は、国境線をはるか西。 ペーネ川とペーネシュトロム川に移動した。ありがとうございます。